八の港は青森県の太平洋側南部の八の平市にある港湾。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。港湾管理は1958年から青森県が管轄している。八の港は河原木地区、八太郎地区、白銀地区、外港地区、市川地区の5地区から構成され、合計約619ヘクタールが、 林光地区に指定されている。八戸市の土地利用の約2.02%が林光地区である。青森県南部に位置する八戸港は日本を代表する八戸漁港を有し、東北地方の中では宮城県仙台潮釜港の次、工業港、国際貿易港で青森県内最大規模の港湾である。2003年から総合乗務薬物流拠点港に指定され、 全国21カ所ある拠点の一つとなっている。また、定期旅客航路が一路線があり、北海道苫小牧港を1日4便、約9時間で結んでいる。八戸港の歴史は、八戸藩が開かれた17世紀の中頃に遡り、当時はサメ浦、またはサメ浦港と言われていた。八戸港と呼ばれるようになったのは、八戸市市政手工後の昭和5年からである。 開港当初から漁港や悪天候時の避難港として利用され、漢文4年には八戸藩が江戸へ開催し、漢文11年のアズマる海運の就航で、サメウラは帰港地になった。明治時代になると八戸町で築港運動が盛んに行われ、明治17年に内務省からオランダ人技士ローウェンホルストムルデルの派遣により、八戸港の測量が始まり、 港湾計画策定に至った。大正8年からサメ浦港の集築工事が始まり、昭和3年に内務省指定港湾に位置づけられた。これによりさらなる港湾整備が進み、昭和7年からの商工第一期整備工事により北防波堤3000トン岩壁物上げ場が観光した。これらの背景には、港配置に算出する石灰岩、砂鉄、 流化鉄などの豊富な地下資源が八戸の近代化に大きく貢献し、港は工業港としてその機能を高めていくという要因があった。この結果、昭和14年には国の貿易港の指定を受けるまでに至った。戦後、1949年には戦前から始まり中断していた豊洲のデルタ地帯を工業用地として活用するための間口側の 河川切り替え工事が終了し、河原木地区に臨海工業用地の第一工業港が完成した。その後、東北地方で最大と呼ばれた八戸火力発電所や精錬所の建設が進み、1957年には重要港案として位置づけられた。また、国の全国総合開発計画の策定により、1964年には八戸市が新産業都市に指定された。 これにより、市街地開発及び港湾インフラ整備が強化され、新たに、八戸大橋や、八太郎大橋などの港湾道路建設や、第二工業港の八太郎、河原木地区の岩壁工事も進められ、三菱製紙八戸工場をはじめとする、重化学産業の誘致にも成功した。1994年には、国際航路が、東北で、初めて開設され、 2010年現在、国際コンテナ航路として、週2便の中国航路と、週1便の東南アジア航路、週0.2便の北米航路が就航している。東北地方の国際航路を有する港湾では、仙台塩釜港、秋田港に次いで3番目の航路数である。また、外房コンテナ貨物量は、国土交通省港湾局計画課の調査によると2010年現在では、 全国20位で、東北地方では、仙台塩釜港に次ぐ2位である。総トン数は62万9000トン、輸入33万7000トン、輸出29万3000トンで、ある。コンテナ倉庫数は2万 8000TEU、輸入1万3000トン、輸出1万6000トンで、全国30位の規模である。八戸フェリーターミナル。ありがとうございます。